ソニーセミコンダクタマニファクチャリング山形テクノロジーセンターソニーセミコンダクタマニファクチャリング山形テクノロジーセンターは山形県鶴岡市に所在するソニーセミコンダクタソリューションズによる CMOS イメージセンサの製造拠点である昭和30年代トランジスタの生産は旺盛な需要の拡大に伴い急進を遂げていたそのような状況において 1964年1月、日本電機 NEC 常務会は、繊細な手作業が求められていたトランジスタ製に関し、玉川半導体工場、神奈川県川崎市で就労する多数の女性行員を排出していた東北地方において、輸送上の制約が、比較的小さいことや良質な労働力を有利な条件で確保し得ることから、 山形県米沢市周辺を新工場立地候補地として承認した。承認にあたっては NEC の協力企業であった米沢製作所の西梅外通る社長が陰に火に力を尽くした。同年3月には NEC 常務と同社キネソーム部管理係長らが現地調査と交渉のため高畑町の役場を訪れた。だが、この常務は 雪国に工場を作ってもうまくいくはずはない。もしあるにしても5年で引き上げてくる程度の投資が限度。さらに、無理に、用地を買わなくてもよい。もっとよく調べてきてくれ。と漏らし、木下係長を残しそそくさと記者した。西林市米沢製作所社長の肝入りで、当時の2位の広吉高畑町長,長ら長官部と木下係長が、 山形県企業誘致対策室職員の立ち会う中、交渉を開始する。席上、町は、会社の希望は何でも出してください。ここで約束したことは、必ず実行します。と述べ、必死の覚悟を示し、それを受けた木下が仮町も何としても、NEC の地方進出第1号を成功さたいと、会社側の要求として、土地価格は、整地仕上がりいつも千円以内。 土地取引は、実測による、樹木は、残すことのほか、国鉄ぬかやめ駅、現、JR 東日本高畑駅東口の開設と、自動即時電話の米沢局後期の実現からなる19の要望項目を町側に提示した。翌日、二位の町長は、議事録よりも町の誠意を知ってもらうため、制約する、覚書の形にしました。もちろん口頭で申し入れられたことは、 すべて町は守ります。昨日、常務が今年中に創業したいと挨拶されたが、そのためにも今月中に土地の売買契約を知っていただきます。と述べ、町の方針を示した。これら町の熱意を受け止めた木下係長は記者後、高畑新室の決済を得るため社内を東本清掃した。同年4月10日、 NEC と42名の知見者は売買契約の一括契約を締結する。さらに町は高畑工場の従業員を募るため町方法外を発行。その呼びかけに女子中卒者100名が応募するなど工場進出を不安視する NEC の懸念を払拭すべく意の町長を筆頭に町職員や議会さらには町民もそれぞれに NEC の進出に向け協力を惜しまなかった。そして、進出にあたり、最大の難関と思われていたぬかやめ駅東口の設置や米沢電話局加入の特例措置も、関係当局の理解にこぎつけ実現に至った。こうした町の一連の取り組みに、当時の渡辺武志港、NEC 社長は、社名に高畑を関することで社することとし、侵害社名は、 株式会社日電高畑製作所とすることに決定された。同社は同年6月、資本金2500万円で設立。1965年1月、県内初の交代制勤務制度によって創業をはじめ、ゲルマニウムアロイトランジスタの生産を開始した。その後同社は、県庁に業績を伸ばし、1969年には、社名を山形日本電機。 NEC 山形と改め、1970年には、山形式田町にマイクロディスクトランジスタとモールドトランジスタの増産を目的に山形港を新設。さらに1976年には、鶴岡市宝田の鶴岡中央工業団地内に半導体ウェーハ拡散の専門工場として鶴岡工場を設け、同時に山形工場に本社を移転した。NEC 山形は、 技術力の高さに定評があり、1986年には、県内企業としては、初のデミング実施賞と、半導体業開発であった、PM 賞を授与されたほか、1992年には、半導体企業初の i s o 9 0 0 2の認証を受けている。2002年山形工場は閉鎖され、2003年には、親会社であった NEC エレクトロニクスによる600億円を、 投資を受け、鶴岡工場が最新鋭の量産設備に刷新された。2004年5月31日、高畑工場は分社され、台湾の半導体組み立て専業メーカーであるアセ・グループに売却された。2008年には、山形日本電機から NEC セミコンダクターズ山形に改称している。2010年4月1日、NEC エレクトロニクスと、 ルネサステクノロジーとの経営統合に伴い、社名をルネサス山形セミコンダクタに変更した。これにより NEC グループから離脱した。2013年8月2日、ルネサスが生産体制を抜本的に見直すため、今後3年以内に鶴岡工場を閉鎖すると発表した。しかしその後、同工場の技術力の高さに着目したソニーによって買収され、 2014年4月1日、ソニーセミコンダクタ山形テクノロジーセンターとして創業を開始した。2015年2月にはソニーが画像センサーを増産する方針を決め、山形テクノロジーセンターに約100億円を投じると発表しているほか、同4月にはさらに約210億円を投じると発表している。2016年4月1日、 ソニーセミコンダクタマニファクチャリング山形テクノロジーセンターに社名を変更した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。